わけでその月始めてありますけども、はい、ペパンム11月15日、本日ですね、11月15日はモスバーガーワンピースコラボということで買ってきました。ドンと、はい、ドリンクもドンと。モスバーガーのドリンクちょっとなんとかならへんかな。これお持ち帰りやねんけど、もうね、プランプランしてまうからね。ほらチャリでしょ、こぼれるこぼれる。まあそんなんどうでもいいや。はい、ってことでね、ワンピースのコラボなんですけど、見てください、モスバーガーって書いてるのももうワンピースのロゴですよ。はーん、バーガーでもなんでもないです。ただシンプルにダン、こちらオリジナルステンレスタンブラーがついてるんですけどもね、これちなみに僕まだ見てないんですよ。まあね、なんで見てないかと言いますと、こちらのステンレスタンブラー2種類ありまして、出させて、これね、これ2種類ありましてランダムなんです。この辺に画像貼るか。ポンってこんな感じでね、2種類あるんですよね。紺色のチョッパーだけのタンブラーか、白色の麦わらの一味のタンブラーかね。これ2種類あるんですけど、みんなどっち欲しい？もうチョッパー激推しの人はチョッパーかもしれんけど、まあどうせなら白色の麦わらの一味が欲しいやん。あ、まあまあどっちでもええんやけどな。うん。もうどうせなら麦わらの一味が欲しいな。いきます。まだ見てないからね。あ、激アツやん、ラッキー、やったぜ。はいはいはい、あ、勢ぞろいですわ。ほらほらほら、勢ぞろいですわ。はい、ステンレスタンブラー、これ取れるとかそういう感じ。うわ、やった、これ飾ろう。はい、で、これ買うにはね、セットで買わないといけなくてね。ただセットっつってもポテトとドリンクのセットなんよね。バーガーはいらないという、なんじゃそれ。ポテト M300円で、コーラ M270円で、セット値引きで120円マイナスでしょ。やったらこのコラボタンプラーいくらすんねんやつ。1550円です。高いな。はい、ってことでね、ポテト食べようか。久しぶりにモスバーガーなんて食べんねんけど、バリでかいバリでかい。マクドのポテトと比較なら。ただね、今日これを紹介したかったわけじゃないんですよ。ほんまに紹介したかったの。ドン、一頭買い、黒毛和牛バーガー。なんかここに挟んとる、見て。今日から発売なんですよ、この一頭買い黒毛和牛バーガー。もうこれがメインなんよ。むしろもうハンバーガー、もうマクドおじさんじゃなくてもうハンバーガーおじさんなんですけど、ハンバーガー、これ1個単品買いです。これ単品で860円。おっ、おっ、わお、開けるね。うわ、これ開けるとちゃん梱包されとるわ。まだしかもワンピースやわ、テープまで書いてあるで、黒毛和牛バーガー。注意書き、袋から出さずに食べてくださいと。はい。黒毛和牛バーガーって、おいおいおい。こんな感じ。おい。ちらり。上にベーコンが乗ってますね。でさ、俺モス全然知らんねんけどさ、このパテ、この肉って四角なん？モスって。僕ごめんなさいね、もうマクドナルドおじさんなんで、モスバーガーなんて全然食べたことないんで、牛肉のパテで四角って初めてかもしれん。うわっ、もうあったかいうちに食べよう。こういうのは美味しい。もう高いからな、860円やで何食いけんねん、わしの晩飯2週間分ぐらいは。それではいただきます。いただきます。
あの嫌な油がない、もうすっごい脂身あるやつとかあるやん、めっちゃ肉肉しいけどそのあっさりしてるというか、これ表現変かな、うまい。うん、そりゃうまいよな。なんか変わったソースやなこれ。マクドでいうあれに近いかもしれん、サムライマックとかに近いかもしれんね、ソース的には。ただこのソースシャリピアンソースっていうらしくて、シャリピアンソースって聞いたことある？玉ねぎ、赤ワインで醤油、蜂蜜とトリュフ使ってるらしい。日本発祥のソースっぽい。その玉ねぎと醤油のソース使ってるせいか、そのマクドでいうサムライマックに似てるようなソース感。ただこっちは若干甘みがあるかもしれへん。うわなんかもったいないな、これ860円も食べきるの。うん、これ多分ねもう期間限定っぽいんで先に出すと思うんですけど、多分この動画の次に出るのもね、ハンバーガーの動画になると思うんですけど、お前どんだけハンバーグ好きやねんって感じなんですけど。ってことでね、これまあ黒毛和牛のねなんか希少部位使ってるってなってるけど、期間限定なんでちょっと気になる方はちょっと高いけど一回食べてみてほしいね。でアークさんと一緒でね、あのマクド好きな人とかね、ハンバーガーしょっちゅう食ってる人はまあこれ買ってサムライマック食べ比べするのもありじゃないかなとは、うん、思いますね。ちなみにこれがね第1弾で、まあ、第2弾が来年ぐらいにあるんかな、第2弾もあるらしいんで、しかも第2弾はね僕の大好きな照り焼きらしいんよ。だからちょっとねまあ来年も多分買ってるとは思うんで、はい、ハンバーガー大好きやなこのハゲ。うん、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしね近くにモスあるよとか、動画面白かったとかね、食べてみたいとか思ったら、そこのあなたもぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。まんまんまーん。言うて。うん。イエス。あ、でした。いや、でも、一回は食べとくべきやわ。うん。黒毛和牛バーガーなんて、そんなしょっちゅう食べれるもんじゃありませんや。うん。経験としてね、一回食べとくぐらいがいいんちゃう？こんな貧乏人でも頑張って860円出してんねんで、みんな買える、みんな買える。うん。食べさ、食べさ、食べさ。うん。